はい、どうも皆さん、お疲れ様です。ウィーニングポスト9 2022、前回からの続きということでやっていきたいなと思います。2030年1月第1週の、シーズンを迎えました。G1 も含めて、これからねまだまだ頑張っていこうかなと思うところもあれば、果たしてね次の結果がどうなるのか非常に楽しみなんですけども、非常にまだ2歳デビュー戦のね馬も、非常にいます。かなり期待のできるね、馬を見るみたいなので、そのあたりもね楽しみながら、やっていきたいなと思います。さあやっていきましょう。さあ、2番人気の出走ですね。はい、勝ちましたね。新シーズン一発目ということで、今の飛ばしちゃったんですけど、上位人気のところはねちょっと見ていきたいので、さあ、新馬ですね、ゴルシサンクです。我らがゴルシサンクの馬が出ます。牝馬ですけどね、鞍上はルメルさんにお願いしましょう。さあ新馬戦どうですかね。まあ期待のゴルシサンクですからね、我々 T&E ファームはゴルシサンクをね、さあダントツ一番人気ですね。さあ見ていきたいと思います。エンディマック先頭、2馬身から3馬身のリード、フラッグワード懸命に追いすがります。残り 200m を通過して、これは強い。いや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 、フラッグワード後続は大きく離れました。これほどまでに強いの段違いの強さです。段違いだね、本当に。これは物が違う、エンディマック。いや、これは期待できますね、この子ね。いやー強かったね。お願いしますよ。追い込み場なんてね、はいはいはい、能力を感じさせるっていう、いやいいじゃないですか。期待できそうですね。さあこちらもね続々とシンバが、出てきます。こちらタイトルホルダー3区ですね。さあ鞍上は誰にお願いしましょうか。これね、横山ジョッキーにお願いしましょうよ。さあそしてこちらはですね、エンディ3区です。エンディ3区です。期待のエンディ3区ですよ。はいはいはい。さあ怪しいシーズン、続々と新しい新馬たちが、デビューして、なんとね楽しい限りですけど、さあ見ていきましょう。タイトルホルダーさんですね。桜リバース先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。残り 200m を通過して、先頭は変わってメジロさんタイム、メジロさんタイム、先頭メジロさんタイム、先頭メジロさんタイム、メジロさんタイム、1着2着にはどうやらメジロジュピタ、一番人気に応えました。メジロさんタイム見事です。メジロ軍団にやられたぞ。強いな、さすがメジロだな。なるほどね。さあ、期待のエンディ3区です。我らがエンディの、初代エンディの、タマモコーモラント先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。アルファデイム手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m を通過して、一気に後続がやってきた。2番手はシューペングデュー、タマモコーモラント、先頭タマモコーモラント、先頭タマモコーモラント、ゴールイン。2着にはどうやらシューペングデュー、見事に勝ちました。タマモコーモラント、大鳥コンサーン完敗です。着外に沈みました。北サンブロックサンクの話ですか。なるほどね、まあ、エンディもね結構希少難なところがありましたからね。さあ、2万人からも、出走です。あとでしょうか。ここはまあちょっと飛ばしていきましょう。勝ちましたね。
いいですね。なんかあの1月の週からこうやって勝利が続いていくといいですね。さあ、10番馬、エンディーガーデンが、いよいよ始動します。ビクトリアマイルは制止ですね。アメリカ、クラブジョッキーもね、いきますね。ここはね、主戦のジョッキー決まってないので、三浦ジョッキーにお願いしましょう。どうも。あ、はいはいはい。いいですよ。さあ、G1 馬がガーデンがね、どんな感じになるのか非常に楽しみですけど、なかなかね。さあ、アメリカジョッキークラブカップ、エンディーガーデンダント A が一番人気ということで、さあどうでしょうか、見ていきましょう。一応ね、距離適正的にはね、これギリギリなので。テンマワーズ先頭、外からローマインド、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はローマインド、残り 100m、 2番手はソーシャルインドラ、ローマインド先頭だ、ローマインド強い強いローマインド圧勝ゴールイン。2着はエンディガーデン、見事に勝ちました。ローマインドちょっとこう一着の馬がだいぶ抜け出た、形でしたかね。スマートファルコンだっていう、あらららはいはいはい。あ、デュランダルですね。さあ、エリシップは大阪杯。そうですね、まあ G1 戦線でね、今シーズン取れるかどうかですからね。さあ、白富士ステークス、どうでしょうか。まあ、一応ね、マイル戦線では、まあ、皐月賞、マイルチャンピオンシップ、ビクトリアマイル。まあ、そこの G1 は取りましたけど、ちょっとね、クラシックもね、そうなんですけど、やっぱりそれ以外の宝塚記念とか、まあ、最大目標はね、ダービー有馬記念ですから、そこをね、なんとか達成したいですね。さあ、期待の、オルシーサンクレンディマックが、マイル戦ですね。1番人気また出走します。さあ、どうでしょうか。メジャーアラート先頭2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。エンディマック足色は十分てて前に迫れるか。残り 200m を通過してエンディマック先頭だ。外から2番手は応戦ボンバー。やっぱり言いたい、これほどまで強いのか。1着2着にはどうやら応戦ボンバー、ね、3着にベネチアンシャック。エンディマック見事1番人気に応えました。いや、2連勝だ。2連勝できましたね。強いな、素晴らしいですね。期待できそうですね。さあ、ディープモンドさんかな、チェックでした。発着か。素晴らしい、あの走りですね。ちょっとクラシック楽しみですね。さあ、京都記念ですね。お、牝馬クラシックランクイン、ありがとうございます。多分お3位入りましたね。いや、強いからね、普通に。ちょっと距離適正とかはね、多分これから分かってくると思うんですけど、まあ、適正的にはどうなのかな、まあ、長距離を戦えるね、一応この、なんて言ったらいいのかな、決闘ではあると思うので、ちょっと非常に楽しみですね。
結構ね、勝てる馬が来てますから。G1 勝てるといいなーって感じですね。なかなかね、まずはね、G1 もそうなんですけど、重賞をまずはね、今シーズン勝ち星結構取っていきたいですよね。さあさあさあ、あっという間に2月の練習ですね。まあやることがないのでサクサクっていっちゃいますけど、30か。ちょっとあれですね、エンディーマックのあれですね、レース3戦目のレースを見て今回はキリがいいかなと思いますけど、さあ、ジャーニーが、いよいよね中山記念に出走します。コースは芝 1800m、 まあ得意の距離かなと思います。非常にまあ G1 2勝馬ですから。お、はい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 、ジストヨーロッパ、はあ、はいはいはい、絆3区でしょうね。残念ながらうちの馬は押してくれませんでしたね、先生は。もしマックが次のレースでいいレースが出、お、しましたね。あ、いいですね、連勝できてますね。さあ、ジャーニーです。1番人気での出走です。まあ G1 2勝してる馬ですから、このね中山記念 G2、ジャーニーのね、おそらくラストバーフラシカルウィング先頭、外から縦髪ライドだ。ストイヤー、あと 200m、 ここで先頭変わって縦髪ライドだ。残り 100m、 あー粘ってる、どうだ、抜けるか、どっちだ、わずかにエンディジャーニー体勢有利。おー、ジャーニー取りましたね。いや嬉しいな、さすがジャーニー。まあ、うちの T&B ファームのね初の G4 馬ですから、そこらのね、強さの馬だとね、勝てっこないですから。さあ、G1 大阪杯、ちょっとジャーニーにはね、頑張ってもらいたいところですね。絶好調じゃないですか。1年この開幕したシーズンから。6着、1番人気ですね。2着、ガーデンが、中山ヒーバーステークス 1800m に出ます。さあ、未勝利戦ですね。2着か、欲しいな。さあ、ヒーバーステークス G3 です。ガーデンは1番人気で出走ですね。さあ見ていきましょう。スオードルーブル先頭、しかしガーデンは最内だ。粘り込めるか。いや、足が違う、エンディガーデン追い上げてきた。エンディガーデン抜けた。2番手は防戦成功、エンディガーデン1着、2着は防戦成功、3着にスオードルーブル、エンディガーデン見事1番人気に応えました。いや、このクラスじゃガーデンやっぱね強さが光りますね。よしよしよし、さあ、次か、3着、
さあ、阪神大賞典にエンディラインが出走と期待のね、こちらエンディマックヒーマークラシック3位に入ってますね。さあ見ていきたいと思います。これ結構大事なレースになってくるかなと思いますね。さあ、中山第10レースフラワーカップです。2番人気からの出走ですね。今回はちょっと大事なレースになっているのでフルレース見ていきたいと思います。さあ、やってまいりました中山競馬場土曜日の第10レース芝 1800m 晴れ両馬場ですね。重賞 G3 フラワーカップですね。まあこれが、桜花賞だったりとか、クラシック戦線トライアルなんでしっかりね結果を残して中山競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。白馬揃った綺麗なスタート。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。エイシンエチュード前に行きそうです。アナミアナマそれに続いています。さらにはエンマサクシード8番オリーブキャニオン、その後ろ前提を取ったのはエイシンエチュード、これに続くのがバーリーフリマ、その隣にアフタークラウンズ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ユリのプロメテウスすぐ後ろ、さらにはエイシンブレーブ、その後ろにカーペンタープレイ、内からはベルズクエスター、並んで7番エンマドピー、カベラフィーがこの馬もこのグループ、これに続いてソーダカレビア、エンディマス、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度9番花見アラマレースを引っ張ります。さあ先頭は依然として9番花見アラマ、エンマサクシードほとんど差がありません。3番手にオリーブキャニオン、絶好の手応え、オリーブキャニオン、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は花見アラマ、エンマサクシード、その後ろ離れてカーペンタープレイ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってエンディマック、あと 200m エンディマック、余力は十分か、さらに引き離していきます。全然2番手はオリーブキャニオン、エンディマック、この馬で決まりか、これの馬で強いのか、強い強いエンディマック圧勝ゴールイン。2着はオリーブキャニオン、見事に勝ちましたエンディマック。やりました。いやもう3連勝ですよ。いや嬉しいですね。いやいやいや、ピッチ走法なんですね。7着でした。惜しかったですね。なるほど。さあ日経賞ですね。はいはい、というわけで皆さんねご視聴いただきましてありがとうございました。次回はですねまた、この続きからということでジャーニーの大阪杯4月1日待ってます。そして4月2日にはですね、第2週目の週には、期待のねエンディマックの方が、G1 牝馬のクラシック初戦となる桜花賞、桜の女王を目指して戦うことになっております。というわけで皆さんねご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。